数学をするとは何よりもまず主張を証明することである。これまでにステレオグラフ射影は球面上の北極を通らない円周を平面内の円周に移すことを観察した。さてこれを証明しよう。このことは何世紀も前から知られていたことだが、私ベルンハルト・リーマンが証明を紹介しよう。人々がリーマン球面と呼んでくれるものと関係がある。証明することは提示することよりもずっと重いものだ。動画の中で曲線が円周のように見えるだけでは不十分であり、曲線が本当に円周であることを示さなければならないのだ。数学的な証明は説得力のある論理によってなぜ円周であるかを説明しなければならない。偉大なユークリッドは紀元前3世紀に彼の著書「言論」の中で数学というゲームのルールを定めた。証明は別の事柄に基づいているが、その事柄も証明される必要がある。しかし出発点においては証明を始めるためにいくつかの主張を証明なしに受け入れなければならない。それらが公理だ。だから数学は巨大な建築物のようになる。その土台は公理だ。それぞれのレンガはその前に積んだレンガの上に積まれている。ステレオグラフ射影による円周の射影についての定理を証明するには原則としては公理から出発しなければならない。だが今はそんな時間はない。中学校で習った幾何の定理を知っていると仮定してこの定理を証明しよう。球面と平面の交わりについての単純なことから始めよう。平面が球面と交わり、平面が球面に接していないときは交わりは円周になるのがわかる。そう見えているのだが、なぜそれが正しいと言えるのだろうか。どうやって証明されるのだろうか。任意に取った平面として青色の平面を考えよう。球面の中心 C から平面への垂線を下ろすことができる。垂線の足を P と呼ぼう。球面と平面の共通部分上に2点 A、B を取ろう。三角形 CPA と CPB に注目しよう。それらは辺 CP を共有している。二つとも直角三角形だ。なぜならば点 P における角度は直角だからだ。その理由は平面は CP に直交しているからだ。この時斜辺 AC と BC は同じ長さである。なぜならばA と B は球面上にあり、中心 C から同じ距離にあるからだ。ピタゴラスの定理を思い起こそう。2つの直角三角形は図のように同じ長さの2辺を持つから、3辺とも同じ長さになる。こうして PA と PB は同じ長さを持つことが証明された。すなわち A と B は青色の平面上の点 P を中心とする1つの円周上にある。だから証明したことは、球面にも平面にも含まれている点は一つの円周上の点となるということだ。このことから、この円周上のすべての点は球面にも平面にも含まれると言えるだろうか。はじめから分かっているわけではない。証明をしなければならない。A を球面と平面の交わりに含まれる点とする。青色の平面上の中心が P で点 A を通る円周を取る。これからこの円周が球面に含まれることを証明しよう。
B をこの円周上の点とする。2つの三角形 CPA と CPB に注目しよう。2つの三角形は辺 CP を共有している。角 B は直角だから両方とも直角三角形だ。 A と B は P を中心とする同じ円周上にあるから PA の長さと PB の長さは等しい。再びピタゴラスの定理を用いて斜辺の長さが同じであることがわかる。つまり CA と CB は等しい。すなわち点 B と中心 C の距離と点 A と中心 C の距離は同じだから点 B も球面上にある。できた。平面が球面と交わるとき、断面は円周となることを証明した。さて、円周の直径 APB に注目しよう。それが画面と同じ平面にあるとしよう。青色の平面は画面上では直線に見えている。そして球面は円周に見えている。円周上の点 A、点 B における接線を引こう。それらは点 S で交わる。もちろん直線 CS は再び図形の対称軸となっている。なぜだろうか。なぜならば三角形 CAS と三角形 CBS は合同だからだ。なぜだろうか。なぜならばそれらは共に直角三角形で共通の斜辺を持ち、辺 CA と辺 CB の長さは同じだからだ。なぜだろうか。なぜならばもちろんそれらが一つの円の半径だからだ。すべての議論の隅々まで含めなければならないとすると、このビデオは映画史上で最長のものになってしまうだろう。見てごらん。球面上の任意の円周は回転面として得られる円錐と球面との接点の集合となることを証明した。球面はコーンの中に入れたアイスクリームの玉と言ってもよい。目的が何だったかを忘れてはいけない。それはステレオグラフ写影が円周を円周に映すことの証明だ。最初に数学者が補題と呼んでいる事柄を証明しよう。これは点 A における接平面を真横から見た図だ。これが点 B における接平面を真横から見た図だ。2つの平面は直線 D で交わる。この画面では直線 D は画面に垂直なので一点にしか見えていない。この図形は図に示す二直線の角の二等分線について対称である。これが表す三次元の図形は2つの接平面の角の二等分面について対称だ。線分 AB を含む平面を取ると、直線 D と平行でなければ、直線 D と点 M で交わる。二等分面についての対称性から AM と BM は同じ長さだとわかる。三角形 ABM は二等辺三角形だ。そうだ、これが示そうと言った補題だ。さて、ここまで準備すると定理の証明ができる。球面上の北極を通らない円周を考え、その斜影が円周になることを示そう。見てごらん。南極の接平面の代わりに他の平行な平面に斜影している。ターレスの有名な定理によりすべての斜影は相似である。だから定理の証明のためには斜影の平面を任意に選んでよい。
もちろん南極における雪平面と平行ならばという話だ。さて、黄色の円周は円錐の上にあるとしよう。頂点が S の円錐の中にアイスクリームの玉が入っている形を思い出したかね。さて、S を通る水平面上に遮影するのだ。点 B が点 D に遮影される。しかし、図をよく見てみよう。三角形 AMB と DSB は相似だ。なぜだろう。再びターレスの定理だ。わかったかな。ここで補題を思い起こそう。三角形 ABM は二等辺三角形である。したがって同じことが三角形 BDS に対して成立し、線分 BS は線分 DS と同じ長さになる。B が黄色の円周に沿って動くとき、線分 BS は球面に接している。だから線分 BS の長さは一定である。BS と DS は同じ長さだから、同線分 DS も一定の長さである。さて、DS が一定の長さであるということは、まさに D が S を中心とする円周上にあるということだ。したがって S を通る水平面上にある黄色の円周の遮影は円周になる。すでに見たようにターレスの定理によって南極の雪平面への遮影が円周に含まれるのだ。そして、これで証明終わりだ。